エリナー・オブ・ウッドストックは、イングランド王エドワード2世と、王妃イザベラ・オブ・フランスの長女、ゲルデルンコー・レイーナルト2世の2番目の妻となった。オックスフォードシャーのウッドストック宮殿で生まれた。先例名は、父方の祖母エリナー・オブ・カスティルにちなむ。1324年、母イザベラが突出するのと前後して、妹・ジョーンと共に、重視で若ディスペンサーの妻であるエリナード・クレアに預けられた。 1325年にカスティーリアアルフォンソ11世との縁談が持ち上がったが実現しなかった。1330年、父を死に追いやった母と和解した。1332年、母の10枚の絵ノ王伯爵夫人、ジャンヌド・バロアの中立ちにより、ゲルデルン公レーナルト2世に嫁いだ。レーナルトには最初の妻ソフィー・ベルソーとの間に娘しかおらず、 エリナーは男子を産むことを期待された。公爵夫妻は間に二人の息子を設けた。両親の不和を原因とする不幸な幼少期が災いしてエリナーは精神的に不安定であり、レーナルト二世は彼女を疎ましく思うようになった。レーナルトは1338年、エリナーに雷病にかかったという難癖をつけて、彼女を宮廷から追放した。さらに婚姻を解消しようとしたが、 レーナルトは1343年に自己死した。夫の死後、宮廷に戻ったエリナーは幼い息子レーナルト3世の摂政を務めようとしたが、失敗に終わった。さらに成長した息子と不仲となって、過不良を没収され、経済的苦境の中、身を寄せていた死闘会の修道院で没収した。ありがとうございます。